名門統制会が50年ぶりに名称を復活し、山口組行動会参加に決定化。1947年、町井が東京は銀座に統制会を結成し、1963年、三代目山口組組長、田岡和雄の舎弟となり、山口組の傘下に加入したが、3年後の、1966年、警視庁の頂上作戦により統制会が解散した山口組田岡組長は、わしが一人になっても絶対に解散はしないと言って頑張っている中、統制会は解散の道を選ぶ結果になる。それで、1967年、東亜友愛事業組合として再建したが、この名称ならば右翼団体を連想した人も多くいたのかもしれない。5年後の、1972年、三代目山口組組長、田岡和雄の舎弟に町井がなった時以来、統制会三代目沖田が三代目山口組、四代目山口組で友好な関係を持ちながら親戚団体となっていたが、権力に負けて、一度解散している組織を、山口組としても、権力に弱い組織を、山口組直参として再び加入させるわけにはいかなかったのではないかと予想している。それから約38年が過ぎた。2005年、6代目山口組組長、司忍を後見人に関係をさらに強化し、2016年5代目統制会会長の金海義雄が総裁に退き、早野泰が6代目統制会会長に就任。約50年ぶりに統制会の名称を復活させ、新たに山口組参加入りを決定したと噂されている。当初は山口組直参での加入かと思われたが、おそらく行動会参加の加入になるのではないかと囁かれている。統制会は暴対法による指定暴力団の指定を受けていないのが利点であるが、都内で独立組織として生存することが難しい状況だったのではないか。組員数も16名ほどしかいないのではないかと言われている。現在は60代しかおらず、会員の高齢化により、まさに老人ホーム的な感じで危ぶまれていたようだ。指定暴力団と認定はされてないため、警察の取り締まりに関しては厳しくないが、他組織のライオンたちが弱ったウサギをよだれを垂らして狙っているのは間違いないであろう。今まで他組織の暴力団に吸収されることもなく頑張ってきたが、統制会の名称を消すわけにはいかないため山口組の直参としてやれる体力や資金力があるかを問われているようだが、山口組の直参が難しくとも行動会参加なら問題ないのではないだろうか。このままだと他の組織から利権を奪われて縄張り争いが起こる可能性は十分にあるのだから、東京都内には山口組直参の国粋会や落合金町連合がいることで、今回統制会の山口組加入で行動会の直参として都内にくさびをまた一つ打ち込んだのは間違いないであろう。これでまた一つ行動会が膨れ上がることになるだろう。統制会が行動会に加入することで都内にどんどん流れてくるだろう。年内中には山口組は新人事を発表することは間違いないと予想している。